こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、一汗かいてきましたよ。髪薄くなってませんか？私、あ、白髪が出てきてるな。ちょっと帽子かぶってやろうかな。はい、今日はですね、私の近所で起きてる不思議な話題でございます。それはですね、町内会の集会とか自治会の集会とかってあるんですよ。その時にやっぱりね、お互いにコロナウイルス、人にうつしちゃいけないからマスクをするんだとかね、人にうつしちゃいけないからなんだっていう風にね、人にうつしちゃいけないから行動を慎重にしてるんだっていう風なね、思いなんですよね。それはね、本当に立派なもんです。でも人にうつすかもしれないっていうその恐れっていうのは、自分が感染してるってことが分かるか分かってないかにすごくかかってると思うんですよ。自分が感染していなければ人にうつす心配ないですよね。ですので私はこういう風に言うんですよね。ということは、人にうつしちゃいけないってことは検査を受けて陽性だったんですかって聞くんですよ。そうすると、いやいや、検査受けてないよ。受けなかったんですか、なんでですかって言うと、いや、受けさせてくれないだろうって言うんですよ。連絡したり申し込んだりして断られたんですかって言ったら、してないって言うんですよ。不思議ですよね。自分は検査をしてくれないだろうっていう勝手な思い込みで行動してないっていうのが、そのまず一つのね、一つ目の思い込みなんだろうと思います。もう一つの思い込みは、まあ自分が感染してるかもしれないっていうね、思い込みですよね。もちろん、慎重を重ねる、それも分かるんですけども、自分が感染してるか感染してないか分からないっていう状態を放置しておくのは根本的におかしいなと思うんですよ。で、検査キットを買うでもなく、検査を申し込むでもなく、何なんだろうなと思ったわけなんですよ。で、今回はね、この私の地区には当てはまらないんですけども、特別にですね、ここで検査が受けれますよっていう情報をちょっとお伝えしようかと思います。それはですね、コストコなんですよ。コストコ診療所ってあるのご存知ですかね。コストコって私の町にはないんですけども、京都八幡倉庫店っていうのがあるんですよね。そこではですね、コロナウイルスの抗体検査を受けれるんですよ。で、所要時間は15分程度で、価格は8000円です。無理ない金額でしょ。受けてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、やり方っていうのは、指先から一滴の血を取るだけです。すぐ終わります。で、一応混雑しちゃいけないので、あらかじめ電話をしてね、確認しておいていただければと思いますね。で、私の動画概要欄に、そうですね、コストコ診療所の URL つけておきましょうか。ですので、該当地区の方とかね、どうしても検査する先が分かんないよって方、そちらの方に問い合わせていかれてください。簡単にね、こういうふうに検査をしているところが、見つかるんで、皆さんの地区でもきっとあると思いますよ。なければないで、それは問題なんでね、声を上げていってください。私の町にはね、コロナウイルスが入ってきてるってことはないと思うんで、何とも言えないですけどもね。ただ私自身は何度か検査を受けて、大丈夫だということが分かってるんで、堂々としたもんですけども、でも私は人にも会わないし、どっか出かけるときはマスクは必ずしますしね。で、外から帰ってきたら必ず着替えてこうやってシャワー浴びますしね。で、体も鍛えてるんで、その免疫力も上げてるつもりなんでね、大丈夫ではないかなと思います。ということで、今日はね、肩のところね、これスクワット鍛えてきました。あまり関係ないですね。ちょっと体つき変わってきましたね。やっぱりね、背中が大きくなったとは聞くんですけどもね、なんかバルクアップしてきますね。いやいやいや、47歳、まだまだ頑張ります。それでは行ってらっしゃい。